8の国外行って行きました。8ありましたね、昨日は。いや盛り上がってましたね、うん、とにかくまあ最近は日本人力士がちょっと影薄かったですから、はい、そういう意味ではもう期待も大きかったですし、うん、独特のやっぱり選手だっての雰囲気があって、いや満喫してきましたけれども、まあ、惜しくも敗れた琴奨菊関なんですが、はい、大関昇進を決めました。さあどんな人なのかちょっと見ていきましょうか。まずこちらです。4年ぶりの日本人の新大関誕生ということで、同じ佐渡ヶ嶽部屋の琴光さん以来ですから、4年間日本人の大関になったのかということですよね。1984年の昭和59年1月30日生まれで、福岡県柳川出身。今度九州場所ですから、九州は盛り上がりますよ。九州場所だ。で、高知の明徳義塾中学高校を経て入門してるんですが、ここで朝青龍さんはかなり厳しい稽古をつけられているんだけども、この時の経験が今に来てるんじゃないかと監督さんも両親に言ってらっしゃいました。4年ぶりの大関誕生、日本人大関の誕生ということですね。そして2002年、平成14年の1月場所が初土俵で、この後3年後に初入幕して、それから40場所かけての大関ですから、まあ遅咲きと言えると思うんですね、はい、で実は先場所の可能性があったんですよね。ミヤネ屋取材ったらこれ大関になる、あのご実家までお伺いしたんですけど、肩透かしだったんですが、それを振り返ろうと思います、はい、1月場所で11勝して、その後5月は技量審査場所として10勝、7月場所で11勝4敗という結果だったんですが、あの三役で直近の3場所で